小柳富継7月16日から1978年4月23日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。新潟県豊阪市出身。小柳木次の長男として生まれる。柴田中学校を経て、1914年12月、海軍兵学校を卒業し、1915年12月、海軍将尉に任官。 海軍水雷学校高等科で学ぶ。牧野組第七号駆逐艦水雷長などを歴任し、1926年11月、海軍大学校を卒業。第三戦隊参謀、若竹艦長、海兵教官第二水雷戦隊参謀、海軍水雷学校教官海軍省教育局、第二課局員、第一駆逐隊司令、海外教官岩手艦長、 第8区逐隊司令、水雷学校教頭、アタゴ艦長などを歴任し、今後を艦長として太平洋戦争を迎えた。ミッドウェイ海戦、南太平洋海戦、ガダルカナル島のヘンダーソン基地艦砲射撃などに参戦。1942年11月、海軍少将に進級し、第2水雷戦隊司令官、第10戦隊司令官などを務める。 1944年10月、第二艦隊参謀長として参加した、冷凍機械戦において、戦勝を受け、重傷のため翌月に連合艦隊司令部付けとなった。その後、横須賀陳守府付け、水雷学校長などを歴任。1945年11月、海軍中将となり、同月、予備役に編入された。昭和11年11月4日付官報、 第2953号、昭和13年7月15日付、海軍事例広報号外、第212号、昭和16年8月15日付、海軍事例広報第691号、昭和20年11月22日付、海軍事例広報号第1989号、ほか、富の字は和か無理である。ありがとうございます。